さあ、前回のパートで内田先生が後半に来たぞ。安藤君はどうやって答えるのか、多分振るけど。振るってことは分かるけど、どういう振り方をするか。安藤君って結構荒っぽいタイプやけどさ、ごめんなさいって丁寧には振らんのじゃないかなと思いながら、もう、来た。安藤君、あれ？ほ？内田先生がこっち見てる。こう見たらストーカーにしか見えないんだよな。てか、後ろからついてきとったってことじゃないの、これ。何かしてくるのか。無視じゃ。内田先生と話す的な感じのメッセージで出てこない。仕組みに行くっていう感じに。どこ行くねん。 なんだ。告白しに来たんじゃないのかい。行っちゃったね。なんだったん。あの人何がやりたいん。まあいいや。仕組み行かんかったら。仕組みに何かあるんだ、仕組みに。ロが長いな。このロ、待った！またいるよ！注意していこうぜ。で、近づいたら、バイバイ。何しに来たんや、ストッカーやないが。絶対こっちには気づかれんように的な感じやけど、気づいてんだよ！お前。安藤君の写真とかバリバリと言ったりしてるんじゃない、お前。メモになんか安藤君はこんな感じでしたみたいな感じでメモ取んじゃないだろうな、お前。やめろ、そういうちょっと気持ち悪いから。先生としてやっちゃあかん。またおる。色気だぞとちょっと甘い声出してんじゃないわ。生徒をたぶらかすな。そして去るな。 何がしたいんだ。俺に聞かれても困るわ、安藤君。こういう女ってめんどくさいよな。いや、現実で見たことないけどさ。ちゃんと仕組みに来れとん、これ。廊下長ない。ちょっと、内田先生のターンに当てますけど。廊下が内田先生向けにこういうコース用意してくれとる感じになっております。内田先生のターンなんやけど。なんで告白しないんだ、内田先生。見てるわ。 近づいていったらお前が逃げるんじゃ。 はい、去りました。誘導しとんか、もしかして。ああ、ここで愛の告白だ。うわあ、しかも愛してるってドチョックリン、ドチョックリン。しかし、ごめんなさい。クソ、ストーカーかよ。もう同意見。俺も同意見だわ。気持ち悪いな。完全にこれ、いつか野球部の顧問になったろうってか、そういう思っとるだろうな。愛の力ってすげえ。立ってきた。ギャー。やばーい。やばい、パターンのやつや。愛の力ってすごいな。あっすい、立ってきた。安藤君、早く行こう。やばい、やばい。内田先生の愛が強すぎて、一瞬にして立ったぞ、今。怖い。内田先生怖いわ。おっと。4組あるで。こっちか。そうそうそう。こっちなんじゃ。全然覚えてなかったわ。よっしゃ、この先が4組か。これまでに、内田先生、ほんとやばいな。内田先生のキャラが濃すぎてちょっと引き込まれてしまう。4組に着くまでいけるか、いけるか。ああ、来た。久しぶりだね。ちょっと久しぶりだね。内田先生のキャラが濃すぎて、あんたのこと忘れとったわ。用務員の人。用務員のおっちゃん。おっちゃん。用務員のおっちゃん、ごめんな。今急ぐからね。よっしゃ、来た。4組。ここに何かあるんじゃ。戻ってきたぞ。誰もいないよ。そうだな。ん？何か聞こえない？誰の声だ？あ、まさか、しきこさん。しきこさんがまた助けてくれるパターン？ってことは、くぼみ探せ。くぼみ。くぼみがない。くぼみがないけど、壁にまた埋まってるような感じじゃないん？あれ？おらんな。こっちか？わー、来た！壁に埋め込まれたしきこさん、来たー！今回も出てくるんじゃ、しきこさん。安定だね。なんだこれ？顔？
誰？わっ！キャー！ヒデブ！あなたたちも、この学校に引きずり込まれたの？おと前作と同様な感じの反応だったね。な、なんだお前？私の名前は、村岡しき子。昭和44年に、この学校に引きずり込まれた生徒です。しき子って。あの、しき子さんの？そうです。ご存知なんですね。しき子さんは、私の失踪をきっかけに、あの噂が語られるようになりました。この学校に人々を引きずり込んでいる、怨霊です。やっぱり！村岡？どうしたらここから出られるんだ？この闇の木造校舎で引きずり込めた人たちは、しき子さんを倒さない限り、帰ることはできません。え？でも前作のあのミクラさんは倒さずに出ていったやん。あれはあれか。道を見つけてくれだけんか。そういうこと。まあ、とりあえず今作ではシーコさんを倒すことがあのゲームクリアの条件みたいな感じになったんかな。そんな。どうかそのバットであのシーコさんを倒してください。そのためのバットでもあるのか。は？あなたたちはもう出会ったでしょ。この学校の怨霊は殴って倒すことができます。もうびっくりしたわ。第1話じゃ振り払うだけだったけどさ、殴って倒せることができるんじゃ。やってみるもんやな。もうどう考えても殴っても食らわなさそうな感じのやつやもんな。あのしき子さんもきっと倒すことができるはず。そうすれば私たちの魂もきっと解放されることでしょう。やってくれますか？あ、安藤くん。しぎこさんを倒せれば、帰るんだな。やってやるよ。ありがとうございます。安藤さん、西野さん。ただし、音量は何度でも起き上がってきます。来たもんな、頭もげても。力の源となる青い水をなくさないと倒したことにはならないでしょう。青い水ってあの前回で人体模型のパーツ付け取ったやつ？あれか。青い水？しぎこさんは青い水を力の源としているようです。そして青い水は校庭を出た先のプールに溜められているようです。あ、だからプールの話で取ったんじゃ。そこで結びついてくるわけじゃ。どうかプールまでたどり着き、プールの水を抜いてしまってください。要するに俺らがやらんかったらあかんのは、鍵を探して外に出る、プールにたどり着く、で、プールの水を抜くと。で、シコさんをドーン！バットで殴る。なるほど。そうすれば、きっとあの音量は良くなると思います。わかった。待って、外に出るにはどうしたらいいの？彫刻地の鍵は、用務員さんが持っています。あいつが持ってんのか！あいつも倒さなくなるじゃん。そりゃ用務員やもんな。鍵閉めたあいつやもんな。そりゃそうや。用かけたらそうやな。教室にあるわけないよな。あいつが持ってるわけや。あいつが閉めたやん。そうやな。あの優しかったおじさんも、怨霊になってしまいました。どうか、私たちの仇を取ってください。用務員のおじさんが悪いわけじゃないのに。敵って言うじゃだよ。用務員のおじさん？多分ずっと私たちを襲ってきたあの怨霊だよ。あいつが鍵を持ってたのか。行こう、西野。うん。二人ともどうか気をつけて。はあ。聞きたいこと聞かないんだ今回も。これは前回と同じか。このどうしたらここが出られるのの内容が変わっとるだけだと思うよな。まあ、パシスよ。これは前回も聞いたと思う。用務員を倒す、用務員に出はなあかんのじゃ。まあ、とりあえず適当に歩きよったらやな。適当に歩きよったら出てくるだろうな。村岡さんって味方だよね。イエス。ああ、話を通じる人に会えてよかったよ。そうだね。ちょっと安心したね。
回復しちゃった。回復数回復しちゃったよ。一回しか使ってないのに。それだったらバリバリ使っておいてもよかったんじゃ。そうかい。回復するシステムだったんかい。てか会話を回復するってだな。話題が増えたみたいな感じになってるやん。何だよ、来て来いよ。用務員のお酒だ。いやいやいや、行け。鍵、鍵、鍵落とせ、鍵落とせ、鍵落とせ、鍵。どうだ鍵は。ねえ、鍵を持ってさ。ちょっと待って、あ、どうした。鍵を探しとってエロボン見つけてたらそういう話じゃないだろうな。お、あったぞ。やったー。これで証拠口が出てるんだね。そしてプールにいるシコさんを倒すんだ。シコさんプールにいんの？それ初めて聞いたんやけど。え、言おったっけ。行こう西野。え。うん。シコさんプールにいるの？え、そんなこと言おったっけ。プールの水を抜くために行くけど、シコさん別のところにおるかと思ったんだけど、そうなん？え。もういや、とりあえずプールやな。小国寺やな。小国寺から出てプール行くんやな。わかったわかった、行きますわ。とりあえずかけてねえだ。読みのおさんごめんな。まあ、とりあえずどんどん進んでいかなあかんのだ。この廊下は長いから、一度放送室に逃げ込んだ方がいいかもね。なるほどな。放送室ね。あ、でも放送室になんかおりそうな気がする。内田先生また放送室でおりそうな気がするんやけどな、俺。それちょっと、西野さん、ちょっとフラグ立てとんじゃないの？やばいよ、ほら。じゃあ、あんたにはもう用はないわ。出てけ。あんこの世界に帰れ。え、どっちだったっけ？こっち、左に行ったら放送室か。なるほど。で、一旦出て、こっちに入った方がいいよ、みたいな感じ。何かおりそうな気がするんやけど。ああ、なんもないんじゃ。妥当な手段だったわ。西野さん、頭いい。多分俺、西野さんがそう言わんかったら俺、そのまままっすぐ行きよったわ。頭いいな、西野さん。安藤くんが力で、西野さんが頭脳って感じですな。あー、また来た。もういいよ、あんた。もういいよ。帰っていいよ。もう夜遅いんだよ。帰って、家族安心させろ。もう娘さんとも、娘さんとも遊びたいでしょうが。パッパーみたいな感じで飛び込んでくるんでしょうが、帰ったら。もう、そういう家族で、家族サービス重要っすよ。サラリーマン、サラリーマンって言うんか、よ、もう言って。やばい、やばい。産地が減ってきた。会話。内田先生はどうして殺されたんだろう。え、多分安藤君人気があってさ、内田先生がそれに好意を持っとったけん、裏でさ、ボコスかやられとったんだろうな。恨まれとったんやろうな。やっぱ、四季子さんに話しかけたからだよね。廊下で知らない女子生徒がいたら声をかけちゃいけない。あの噂って本当だったんだ。よし、49まで回復。小国寺どこだった？まだ先？まだめっちゃ先だったっけ？結構遠いやな。まだ先か。長いな、小国寺。多分そもそもだったと、ここじゃなかったっけ？よし、ここじゃ。で、こっから出ればいいと。内田先生を置いて。あくまで内田先生は置いていくぞ。怖いな。この昇降口から鍵開けようとしたら内田先生できそうやもんな。待って、アンドックみたいな感じできそうやもんな。やめろよ、あの、内田先生。よし、これで開けられるぞ。外に出ても逃げられるのかな、逃げられないのかな。学校の外がどこに続いているかわからないしな。プール以外真っ暗って言おったもんな。もう完全にサイレン的な感じで真っ暗。それよりシコさんを倒すことを考えよう。そうすれば村岡や宇治原先生も成仏できるかもしれない。宇治原先生死んでる扱いになってる。まあ、音量になったらもうあかんのだろうなっては思うけどさ。そっか、そうだね。行こう。よし、開いた。お、こんな感じになったん。広っ。こっから前に出たら広いし。絶対前の方にヤバいやつおるだろう。
ボス的なでかいやつおるんちゃうんか。怖ー怖ー、絶対なんかやばいおるんやけど。右に斜め前と言ったな。皇帝皇帝皇帝、めっちゃ皇帝押してくれやん。待てよ、皇帝から出、学校から出たら地獄のチャイムってならんけん出てこんのちゃうんか。来た、地獄のチャイム聞こえてきとるやないか。そうだよね、そこまで聞こえてくるよね。右前、これだ、ここだ、プール、やった。あー、頭だけで出てくるのか、頭だけで出てくるか。ジオングじゃないだから、お前頭だけで出てくるとか予想外のことやめろよ。頭だけってもう分離しても戦えますよみたいな感じのやめろ。予想外だった今。よし、何はともあれプールに来た人が普通の教室みたいな入り感じになってるやん。壁がな、普通の教室みたいやけ。この先にプールがある。準備はいいか。来たらラスボスか。こっからやるよ、そりゃここまで来たらやらせてください。シコさんはプーで力を温存しているに違いない。プーの泳ず水を抜いてシコさんの力を奪うんだ。どうやって水を抜くの？プーには水を張るためのバルブがあるはずだ。バルブを開いたら教室に戻り、あとは持久戦で水が抜けるのを待とう。ややこしいなこれ。とりあえずバルブのとこに、ここ入ったらバルブのとこに急いで行くんや。どこにあるか知らんけど。で、そこを抜いたら、あとは逃げて、教室に行って、水を抜けるのも通って、水抜けるタイミングとかわかるんこれ。わかったわかったじゃない。水を抜けるタイミングとかわからんのにわかったって言っちゃダメだよ。わかってないでわかったって言うのが一番厳しいなよ、これ。よし、行くぞ。さあ、バルブ。まずバルブどこにあるか。あれあ、来た。しきこさん、音量の方のしきこさん、こんな感じなんじゃ。なんか貞子っぽいね。あいつは安藤君、あいがしきこさんだよ。私、あの子にここに連れ込まれたの。あ、ゴッドハンドの人、しきこさんだったんじゃ。初めて知ったわ。あのゴッドハンド、シコさんだったんじゃ。あいつを倒すんだな。西野、俺があいつを足止めするから、水を抜くバルブを探してくれ。わかった。二人だからの共同作業です。来いよ、化け物。サイコキネシスから使ったら反則やぞ。お、近づいたよ。ここ耐えろってこと。ダー、連打連打連打。あ、これしきこさんだったんや。知らんかった。めっちゃ来た。え、あ、ちょっと初めては。まだ久しぶりにこのパターン出してくる。やめて。で、どうなる？まあ、いや、あ、逆？逆とか、もう初めてのパターンまだ出してきた。来た。連打のパターン、連打のパターン。連打のパターン。これ耐えたらいけるんじゃん。これ耐えたら。西野、頼む。西野、早く、早く。西野。西野、どうした？お、来た、バルブ。バルブの前。は、は、あった。開ける。か、硬い。ここまで来て、サビ止めとか。え？え、いや。うちだ先生。うちだ先生、こんな時にイレギュラーとして出てくるじゃないよ。こんなタイミングで。え？内田先生、絶対西野に恨み持ってる。一瞬いつもくっついと思うんだ。信じてたまるか先生。だよ、何これ。野球部の KA と YN は付き合っているらしい。絶対に内田先生が書き込んでる。先生のくせにこだんサイト使うのはどうかと思いますけど。まさか、あの書き込みって。いや、内田先生。内田先生？先生なのにあのサイト使って。甘い声出すんじゃない。あぎ声とかやめろ。AV にするんじゃない。決定機の方。決定機。いや、早っ。内田先生。あ、まだ来た。まだ来た。決定機。決定機。決定機。内田先生。もういいよ。よし。内田先生！
安藤くんは渡すだい。メインヒロイン宣言。絶対に渡さないんだから。わあ、愛の力ってすごい。さっきまで硬かったんじゃないの。バリバリ回してるやん。なんだ、抜けたんだよ。やった、水が。やった、安藤くん倒したのか。倒れた。倒しちゃったの。逃げて持久戦にするんじゃない、一気に抜けたこれ。ええー、いや、そっちの方がありがたいけどさ。ええー、はいやー。内田先生も耐えたまま起き上がらないよ。あいつはいい、別にあいつはいい。ってことは倒したんだ。やったー、安藤くん。ちょっと予想外だった、予想外だった。あ、そこにでかい穴が開いたんじゃ。まあ、結果オーライ。この後どうすればいいんだろう。村岡のとこに戻ろうぜ。うん。うわあ、なんかいらん。まだなんかあるの？え？な、何の音？またなんか来るん。プールの穴から聞こえる。まさかのプールの底にラスボス出現みたいな感じのやめてくる。いやー、でっかい、でっかいで。え、これしきこさん、ビッグしきこさん来た。進撃の巨人みたいな出てくるやめろよお前。ウォールローで壊すみたいな感じになってる。倒したんじゃなかったのかよ。うわあ、安藤くん、いやー、西野ー、逃げろー。え、予想はしとったけど、まさか本当に安藤くん。あ、安藤くん、嘘、死んじゃった。へえ。でかいの、これでかい。家族連れ、家族連れですか。に逃げなきゃ。わあ、とうとう予想しとった事態が起こってしまった。主人公二人のうち片方がやられるという、もう大門が予想しとったようなことが起きてしまったよ。もうホラーの定番ですよ。しかもビッグシキコさんとか予想外やし、家族連れで三人現れたし。とにかく俺から言えることは一つ、逃げろ西野。